の愛知です、今日は5月31日に今投稿していると思うんですが、明日6月1日がですね、こちらのとある男が授業をしてみたというチャンネルのチャンネル開設記念日でございまして、明日で、丸7周年となります。ありがとうございます。7個年を取りました。はい、ということでね、明後日から8年目に入っていくわけなんですが、まあこれで6年目の最後な、7年目の最後になりますので、ちょっとね、今までのこの7年間の履歴を動画をちょっと見ながらね、振り返っていこうじゃないかということで、皆さんと一緒に共有できたらと思います。多分ね、今、まあ、最近知った方もいらっしゃれば、3年目だよ、4年前からだよって方もいると思うんですけど、まあ、ちょっと7年前から振り返っていきますので、懐かしいなとか、ひでえなとか、こんな動画あったんだとか、いろんなのがね、あると思いますので、よかったら休憩がてら見てみてください。それでは早速ちょっとイヤホンして、画面を見ながら行こうと思うんですが、1個ね、問題があって、自分の動画今3000何本かあるんで、3100ぐらいかな、あるんですけど、まあ自分のチャンネルをさ、振り返るじゃないですか。で、3000本までしか過去の動画表示されなくなってて、なんかエラーが出ちゃうの。だから、一番最初の動画でちょっと見れなくって今、そのダウンロードできなかったから、ちょっとね、日が経ってる。で、一応、これが2012年の7月18日。だからチャンネル投稿を始めてから、まあ、1.5 ヶ月ぐらい経った動画ですね。ちょっと見てみましょう。はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生。全然違うでしょ、画面が。でもね、一番最初の動画でも見たことある方もいると思うんだけど、が最初、一番最初は何も書いてないみたいな感じの状態で始めてたから、ちょっと進歩したの。自分の中で最初にこう問題とかポイントを書いてる方がいいだろうと、動画もコンパクトになるし、見てる子たちも見やすいだろうと思って、ちょっとずつ変えてった結果ね、1.5 ヶ月でここまで成長したと。でそっから式を作る。相変わらずでテンション低いんだわ。テストに出やすいパターン。はい、よろしく。はい、よろしくお願いします。テストね、では出やすいパターンですね。こんな感じでやっておりました。今回は中学校。これがですね、2013年の確か元旦ぐらいに投稿したものですね。だから約半年ぐらい経ったもの。一番最初の動画ですけど、ついにね始めました。ちょっと変わりましたね。今日は2013年この時の家、アパートに住んでた時なんですけど。左からかな、太陽光が当たってて、太陽光が強すぎると、反射で自分の服、特に白系の服を着てると、反射でね、映っちゃうんですよ。だからちょっと映るんですけど、そういう知識もないし、全然気にしてなかった時代なんで、ただまあ、反射でもだいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。まあね、最初に比べると。まあ、できそうなのはね。まあ、こんな感じで、徐々に変化したと。ちなみに、2012年の6月1日から始めてて、まあ、2012年は7ヶ月稼働してるんですよ。7ヶ月稼働して、チャンネル登録者、145人です。増えたの。この前の動画では800人で嘘つきました。145人でした。すごいね。7ヶ月やって145人しか増えないと。で、右は使っても30秒落ちます。そんな、こんなで。まあでもこうやって改良してって、徐々に。まあでもこの時とかもまだチャンネル登録1日10人も増えない時代だからね。そう。まあこんな風になったと。これ知ってる子は、本当に1年目から多分見てくれてる子。それがまあ過去を遡って見た子なんですけど、これ昔うちに飼ってたきなこっていうハムスター。実はこのチャンネル載ってるんですよ。きなこの動画何本か載ってて。そう、もうね、天国に旅立ってしまったんだけど、今、きなこのこの、写真が、サブちゃんのアイコンになってるんだよね。そう、めっちゃ可愛いでしょ。またね、ハムスターちょっとそろそろ買おうかなって思ってるんで、もしかしたらね、ハムスターの動画が、出てくるかもしれないんですけど、そう、こんなきなこっていう子が実はいて、動画もね、5、6本かな、きなこの動画、確か投稿したと思うんで、まあ、よかったらきなこ、とある男とかで検索したら出てくると思うんで、見てみてください。します。今回はね、で、これがですね、1年目、1年後、2013年の約6月1日。だから本当1年経ったぐらいに撮ったもの。これ算数やってますね。3つ覚えてもらった。ただだいぶ本当今のバージョンも近くなってきて、文字の感じも変わってってね。いいね。で、ポイントも含めて。で、小学生向けの動画の時、最初中学生向けを撮ってて、小学生次撮ったんだけど、喋り方を若干変えてるんですよ、一応。まあ、塾講師やってた時も、1対3の個別指導だったんで、小学生、中学生、高校生を3人並べて授業とか普通にやってたんですよ。だから、こっちでは高校生が中学生相手に、おい、頑張れよとかさ、これがこうで、できんじゃん、やったな、みたいな話をしてたんだけど、そのテンションで行きながら小学生のとこに行って、小学生の女の子が普通にいるからさ、
そうか、よくできたじゃん、すごいねみたいな、とかっていうやつなんで。そう。やっぱり喋り方っていうのは、ちょっと学年でスピードとかテンションとかを少し変えなきゃなっていうのを意識し始めたのが、やっぱりこの辺ですね。よろしくお願いします。で、これが2年経った2014年の6月1日ぐらい。まあ、日露戦争歴史ですね。前回も戦争だったんだけど、まあ、この、今までいろんな科目取ってきましたけど、やっぱり中学生の歴史が、一番辛かったですね。なぜかっていうと、もともと専門でないってもちろんあるんですけど、大体ね、中学生が教科書使うじゃないですか。教科書見開き2ページ分を1本の動画にまとめようみたいなスタンスでやったんですよ、ペースとしては。じゃあ、早速ね。まあ、みんな教科書持ってるから分かると思うんだけど、ブワーって文字書いてあるじゃん。その文字を、基本的に社会の動画っていうのは11行か12行なんです。多分この動画は11行なってますね。11行か12行でまとめれるようなサイズ感にしてあったんで、それはね、まとめるのが本当に辛くって、何を削るのか何を残すのかっていうのを、でどう文章がおかしくならないようにとか、説明しやすいように伝わりやすいようにとか考えた時に、一番、授業準備に時間がかかったし、一番動画を作るのにも時間がかかったのが、歴史ですね。だからこそ、思い出深いんですけど、すごく。達成感もすごかったしね。まあ、こんなのやってたと。ちなみにさ、最初2012年が145人って言ったでしょ？で、次2013年は丸1年稼働したんですよ。2013年で8270人。1年間でだよ。だから 1.7 ヶ月やってるんだけど、1万人を超えなかった。だから、素直にすごいなって思うのは、今の、まあ、今の子たちって言うと本当におじさん臭くなっちゃうんだけど、今のまあ教育系のね、あの授業をやる方、まあ授業やる方そんな多くはないですけど、でこのグループ勉強法話したりとか、いろんな喋る、ちょっと教育系の方いらっしゃるじゃないですか。すごい登録者グッと伸びるじゃん。何万人とか普通にいっぱいいるでしょ。もう心からすごいと思う、まあね、それ。その、いろんな国に喧嘩をしてしまってるので。ねえ、すごいかかってるから、時間。やっぱ人の魅力だったりとかっていう部分はやっぱ大きいと思うんだけど、頑張んなきゃねって思うね。そういうの見てるとね。今回は高校数学、数2の。で、これが丸3年目ですね。2015年の6月ぐらいで、まあ、数2を取ってると。まあ、高校数学始まってますね。もう数2だから結構前にも数1A とか始まってると思うんだけど。まあ、高校数学も手を出した頃ですね。これもね、少し長くなるかもしれない。まあ、この辺の場所とか、説明はもう今とほとんど変わらないかな。ちょっと口調とかが若干違うかもしれないですけど、だいぶもう完成してきてる感じはしますね。はい、じゃあよろしくお願いします。で、この辺からちょっと勉強動画じゃないものをピックアップしていきます。これは2016年の9月に、以前からやったですね、一緒に勉強しようシリーズ。勉強キャスですね。キャスを使って一緒に勉強しようぜ、みたいな。めちゃくちゃリクエストが多くって、今説明でもこのね、このおっちゃん言ってますけど、もともとツイキャスでやってたんですよ。その勉強一緒に勉強するってやつを。で、それを動画としてやってほしいって、あの、繰り返し見たいっていうのを言われて、まあ、それを知らない方にとっては、なんかそれ、ニーズあんのかなって思ったんだけど、今からですね、そう、約30分ぐらいですね、すごく見てもらえて使ってもらえて、まあ、場所作ったり、ありがたい、他の時間も欲しいみたいなのが言われたんで、30分撮った後に60分撮ったり、15分撮ったり90分撮ったり、この前ね、ゴールデンウィークの時は4時間、まあ、あの生放送でやりましたけど、ただただアップしまって、まあ、こういうのが始めたのが2016年も約3年前ぐらいですね。そんな前なんだね。まあ、アップする価値があるのかなと思って、ね、でこれはちょっとどうしてもどうした入れたくてね、しますよね、これツイッターでもちょっと昔のリツイートしたんですけど、なかなかこんなこと普段しないんですけど、これですね、自宅の自分の車の中で、まあ、6月になりまして、夏になりましたよね。で、今自分が住んでる地域にしては今日は涼しいんですよ。外24度天気予報が最高気温が今多分基本的には23か24ぐらいで外が毎年出てくるでしょ。この時期になると、どんのぐらいきついのか、パチンコだよね。親がパチンコを打ってる間に子供が熱中症で死んでしまう事件が、この前もありましたよね。毎年出てくるんですよ、この事件。多分これはね、いろいろ反響が大きくて、からすれば、結構叩かれもしたんだけど、この動画に関しては。でも、自分の中ではやってよかったな。実際1時間、2時間、3時間とか放置するわけでしょ。ものね。ちょっと紹介してもらいました。実際いいよね。こんなのやってたね。大人が、どうも、愛知です。どうも、はじめなのです。はい、ということで、これは、初めてのコラボなんですけど、今回は、そう、6年目で初めてコラボしたんですよ。よろしくお願いします。このメインチャンネルのね。で、それが、花尾さんと電眼さんにコラボしてもらって、で、花尾さんの方のチャンネルでは、ドッキリをね、仕掛ける、初めて、初ドッキリ仕掛けられて、ガチガチで引っかかるっていうね。夢っていうのは、なんか職業とかそういうふうに。で、こういう時はね、ほんと編集能力もクソだった。今もね、あんまないんだけど、ね、全然、
あ、まあ、見やすい動画ではないんだけど、でも突然来たりするじゃないですか、それ。花尾さんの一番最初の絵だよね。高校生で動画投稿してた頃の最初のね。部活とか。あの時の。その日々の学校生活の中でそれを。結構いろんなテーマで喋らせてもらって。まあ、同じ日々の繰り返しなんで。そう、すごいね。もっと、もっと綺麗よ、みたいな。中国結構ね、ダラダラやっちゃったんだけど、でも俺はこれはすごい好きな動画で、まあ、時間あったらちょっと、ね、あの知らなかった方見てくれると嬉しいなと思います。ちょっと思ってて緊張してるんだけど、どうしようかな。で、ラストはやっぱりこれですね。みんなに奇跡のコラボだって言われた、どうぞ。はじめさんとのコラボですね。これは今思い出してもなぜコラボしていただけたのかって本当に思うようなコラボでしたね。当時のチャンネル登録者でちゃんと覚えてないですけど、おそらく多分30万と何百万、5、600万とかだったかな、わかんないですけど、絶対にありえないようなバカだったんでコラボだったんですけど、バカかなすごく思い出深いというか、うん、見てくれた方がこれすごく多いと思うんですけど、高校の時にそうですね、ぜひぜひね、ぜひ、もう言葉が詰まっちゃった中学1年はい、という感じで、まあ、3100本くらいある動画からピックアップしたんでね、なんかこんな感じになっちゃいましたけど、まあ、こんな感じで、丸7年活動してきました。で、途中でちょいちょい話をしたんですが、チャンネル登録者ね、ちょっと推移出しておこうか。その最初の平成、ごめん、2012年がね、7ヶ月間で145人で、次が1年間2013年で8270人で、ここからね、1年間でだよ、次 3.5 万人伸びたの。これ伸びたよね、結構伸びた伸びた。で、次が 6.9 万人で、2016年が8万人、約ね、8万人で、2017年が 12.2 万人で、去年の2018年が1年間で20万人伸びて、まあ、数字だけ見るとね、本当に順調にいってる感じがするかなとは思うんですけど、でも言って7年かかってますからね。そうで、本当にしんどい時期が多くって、なんかよく話しますけど、1年目というか、本当、まあ、1年目だね、1年目が一番叩かれたんですよ。すごい長文で、まあ、なんというかな、この悪口のメールがね、たくさん来てる時代があって、で、しかも見てもらえない、チャンネル登録者もほんと0人とか当たり前だったんだね。1日0人増加が当たり前の時代がずっと続いてたから、で、見てももらえないし、再生数もほんと何十回というレベルだったから、ずっと100回いった、100回いってるけどやばくないとかっていう風にずっと過ごしてたんで、で、自分の中では、まあ、動画見てもらったらさ、最初なんてもうほんとクソみたいな授業してるから、それは見てもらえねえよって話かもしれないんだけど、でも当時の俺からすると必死だったんだね。あれがベストだったの、俺の中では。で、そのベストを尽くしてやってるつもりなんだけど、見てもらえないし、で、見てもらえない上にすげえ言われるっていう生活やっぱ続いてて、なかなかしんどかったなとは思うんだけど、でも、ね、絶対にこう、YouTube での教育ってものが必要になるというか、定着するっていう自信はあったんで、まあ続けてこれたし、あとはね、やっぱりその当時から応援してくれて、ほんと少数だったけどね、でも応援してくれてる子がいて、その子たちにね、ほんと励まされながら、一本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 取って取ってっつって、なんか今に至るっていう感じです。なんかそんな感じでした。はい、 YouTube ももう8年目ですよ。8年生になります。結構ベテラン勢なんです。実ははじめ社長よりも歴としては先輩なんです。ちょっとだけね、はじめさんほとんど同じ時期なんですけど、そうでぐらいに、かなり初期からやってるフルザンなんですけど、これからもね、教育だけにしかやらないって全然思ってなくって、まあ、だからね、ハムスターの動画上げたりとか、普通にコラボしたりとかね、この前の、さっきのじゃなくて、この前、2回目の花尾さんとコラボした時なんてね、花尾さんのチャンネルでは、どしもネタだったし、あれは。で、別に、俺は NC がないから、そう、別になんか、自分が楽しいとか、ユーザーの子に楽しいって思ってもらえるんであれば、ね、教育だって勉強、学校だってずっと授業じゃないじゃん。休み時間だって入るわけだし、だから息抜きができるんだったら、子供たちがそれで勉強に前向きになったりとか、気持ち的にね、頑張ろうと思ってもらえるんだったら、それはいいと思う。だから、この夏も、まあ、もうすでに撮ってるコラボが何本かあるんだけど、この夏にですね、またちょっとコラボ、この後も何本か撮っていくんで、その辺も、投稿しつつで、夏休みはね、まあ、受験生向けにいろいろ撮ったりもするとは思うので、まあ、教育がもちろんメインにはなっていくんですけど、こう、学生にとってなんか、なんだろう、なんていうのかな、普通に見るよねみたいな。みんな見てるよねみたいなぐらいに、こう浸透するチャンネルになったらいいなと思うんですね。
でこう爆発的な人気が出るっていうのはおそらくないです、このチャンネルは。でこの自身これがねそういう風になるタイプではないので、それはもう重々承知してるから、だからこそなんていうのかな、本当 E テレみたいな感じでいいと思う。教育テレビ昔のね、 E テレね、なんかふとたまに見てみようかなみたいな感じで全然構わない、ただみんなの生活の中でちょっと寄り添えるようなチャンネルというか存在でこれからもあり続けたらいいなと、嬉しいなと思います。なのでまあ明日からもね、また変わらず一本一本自分のなんだろう、できることをその時のベストを尽くして動画を撮っていきますので、ぜひ今後も皆さんの生活の中の一部、毎日見てとか思わないから、テスト前だけとか勉強困った時だけとかそれでも構わないので、たまにふと思い出してまた見に来てもらえたらと思います。はい、という感じで、それじゃあ、7年目の配置以上でございます。8年目の1本目はですね、まあちょっと楽しみにしてください。楽しみにしてるっていうか、ちょっと波紋を呼びそうな内容ではあるんですけど、よかったらそちらもぜひね見てもらえたらと思います。では今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。